ちは、なまはげファミリーの中地です。本日はですね、ソリレスの担当のキリンの営業さんと一緒にビールの工場見学と、ホップの積んでるところを見学しに行きたいと思います。こういう風に嬉しい、いただいてますいやでも何にもないですね壁ですね、壁ですね、ようやくコップがこれか、これです。ああ、確かに一発で分かりますね、はい、でかっ。ここでもうなんか人がいるみたいなんで、はい、ちょっと見ますか。はい、ここがそうなんです。これがそうなんです。すごい、これがそうなんですよ。なんか想像してたのと違う。違います。なんか僕の想像は米みたいなイメージだったんですけどすごいな。すごいですよね。誰かいるってことですよね。いや、なんかこんな畑みたいなのをこう積むイメージだったんですけど、すごいな、こんななんすね。はい、ずっと鶴がのこう伸びてって、はいはいはい、でこれ以上伸ばしても今度刈り取りできないんで、今度ねこの鶴をこう逆にこう下げてくるんですよ、はい、なんか確かにこう下がってきたんですね。そうなんですよ。あー、なんかテレビの CM でこういうの見たことあるかもしれないです。これ収穫するときは、はい、この下のところを切りながら上にあの人が乗って上にこう張ってるんですよ。ワイヤー張ってるんですけど、そこをこう落としていくんですよ。なんか実がついてるってことは、もう実っていうかですね、花なんですね。あ、これがトップですね。あ、まだ小さいか。あ、はいはいはい、あの緑色の、そうですそうです、これがホップです。こんなのがビールになるんですね。はい、軽い。これの、あ、まだついてないか。ここのとこにね、あの大きくなってくると黄色い粉が吹いてくるんですよね。それがビールの苦味になるんですよ。あ、はいはいはい。これ花なんですよ。これ花なんですか。花なんです。これ咲くんですか。これがもうこのままなんですよ。これがもう、これ咲いてるんですか。もう咲いてる状態です。これが大きくなる。そうなんですよ。へえ。お話はしてあるので、あれも靴が置いてある。あ、何か作業したらすると思うんですよね。いらっしゃいました。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。すいません、あのキリンビールのものなんですけども。キリンビール。はい。いつもお世話になっております。ちょっとすみません、失礼します。あのホップ農協さんの方には一応あのちょっと見させてくださいっていう話で、今日あのちょっと伺ったんですけど。まだまだあれですね、小さいですね、まだね。いつ頃、8月やっぱりお盆過ぎあたりですかね。そうです、うん、で、ここの畑は一番最後になるから9月の初め、ええ、あ、そうなんですね。ああ、いや初めて見たんですけど圧巻でしたねあの周り全部田んぼじゃないですか、はいはい、で低いところにいきなり壁が立っててわーっと思って、棚で5メートル5メートル、もう一種類5メートル50というやつもある。あ、これはあれ、それいぶきですもんね。え、そうですそうです。あ、これがもう、これがそうですね、はい、結構太いですね、ええ、うん、でこうまたあの吊る下げって言ってあの下げてくるんですよね、うん、これが下げた後、下げた後ちょっとね、あ、このちっちゃいロープに、まま、巻いて上がってるんですか。そう、そうですそうです。これが毛花、これこれが本当の花。これがね、毛花っつって、はい、これなんかさっきのと全然違うの。商品になっていくのがマリバナ。結局それはこれは商品にならない、ならないほう、さっきのパヤッとした これの大きいバージョン、はいはいはい、結局それがこうだんだん大きくなっていって、これがこうなっていく。これがこうなるんですね、はいはい、割と和製のやつは一人目になったやつもあると思う。これはまだちっちゃいんです、まだちっちゃいです、まだちっちゃい。これが大きくなったのがこれで、これがもっと大きかった、さっきのあのコロッコロッコのやつ、ええ、でもっと大きくなってくると中に黄色い粉が吹いてくるんですよ。これ今何されてたんですか。だからこの伸ばした方がね、芽が出てくるから。これですね、輪木芽っていうか、うん、雑草じゃない、株なんですよ。はー、株からこう鶴がこう生えてくるんですよ。はー、ええ、これ種とかで買ってくるんですか。種じゃないです、株。へー、おー、あ、全然違う。へえ。ここから粉を、うん、粉がこう、だから通称マリバナっていうのがこっちの方、こっちがケバナ。これがこうなるんですか。そう、結局これはね、あの、へえ、全然違う。これ実なんですか。うん、これってあのメス株のね、オス株もあって受粉してないやつ、うん、
雄花があると結局受精しちゃうから、それだと商品にならないから。あ、そうなんです。そうなんです。で、これ使うのがね、よくこれで酒作ろうと思いましたね、昔の人。この中に黄色いのがあるじゃん。あ、もう入ってます。あ、はいはいはい、入ってる入ってる入ってる。これがルプリン。はい、プリン、ルプリンルプリンっていうビールの、うん、あの苦味のこれを使うのよ。そうですそうです。これが使いたい。はい。え、これじゃなくてその中の黄色いの。そうです、うん、だからこれだけ取り出すってめんどくさい。油だから、うん、かなり、うん、ネバネバしたあれだから、うん、そう、油な。ああ、る油分がちょっとしかないですよ、これ。これまだ見せない、まだ、だからボンスになるともっとあれですもんね、うん、はい、すごい匂いしてくる、これがいわゆるホップ。そうです。でここら辺の、まあ、ビール醸造家の人たちはピリッと使うんですよね。そうですそうです。俺らはこれを乾燥して加工会社、伊佐市の方に加工センターがあって、うん、でそこでピリッとにして、でそいつを使うんですけど、すげー。いや、これでよく酒作れるって思いますよね。ですよね。でもやっぱりこれで作ると、これ入れると酒腐らないって言ったもんな。そうですね、はい、腐らない。腐らない。すげー。抗菌作用もあるので。これですか。はい、酵母菌は殺さないけど他の雑菌を殺しちゃう、そういう作用あるみたいな。すげー、初めて見たな。これ食べれるんですか。直接食べると苦いです。だからこれ今の時期というか、もうちょっと香り立ってきた時には、はい、ビールにこれポンって入れて飲むとちょっと苦み、独特の。へえ、これ一個食ってみてもいいですか。あ、どうぞ。うまいもんじゃないです。なんか山菜臭いですね。あ、今日食わない方がいいな。今日消毒したばっかしながら。お、やめとこう。まあ、ほとんどこれ食品扱いになってるから、まあ、食って死ぬとかっていうことは絶対ないんだけど。え、じゃあ食べてみよう。うまくはないでしょ。苦いでしょ。雑草食ってるみたいな。出しちゃった方がいい。あ、でもビールの感じちょっとありますね。はいはいはい。ある。ビールいますね。います。ああ、わかったわかったわかった。葉っぱの奥にビールの苦味がいますね。そういうことか。これはだいぶ苦いですね。お土産ね。ありがとうございます。ここは昔田んぼだったところで作ってるから。田んぼやめてホップにしたんですか。そう。俺の親父が一貫政策のあれだから、高卒でも51年2年、半世紀前、釣ってから。へえ、でも結構昔から秋田でホップって作ってたんですね。そうね、ここ全然知らなかったです。米の横手はなんか米のイメージはあったんですけど、まさかこんなの50年前からやってると。てかホップも結局ほら、誰かで買って使うもんじゃないから、うん、ここはキレンビールサンドの契約栽培だし。昔からなんですか。そう、初めた時。へー、あ、始めた時から。そう。はー。逆にそういう買ってもらうとこがないと潰れ、じゃあ潰っても買ってもらうとこねえとか。はいはいはい。これやっぱり取れる年と取れない年とかもあるんですか。ありますね。やっぱ気候とか。気候、それ、まあ気候だべな。怖いのがダニ。ダニで全滅なったのが6、7年前に。え、これ全部ですか。うん、ここは大丈夫だったんだけど、俺の仲間が皆無っていう人が、ダニはもう一回上がったら止まんねえから。え、これダニつくんの。つきますよ。へえ。で、普通に怖いのがベト病。まあ、だいたい野菜につく病気は人取りつくから。これちっちゃい時はないなんですよね。苗っていうかね、これ多年草だから株があって、はい、1回植えるとその株10年度か20年度かって使えるんです。そこから出てきた芽をバーッといっぱい出るんだけど、その中から1株4本とかって残して、それたてで揚げになって掘り返すと、このつる出た周りにまだ新しい芽が出てくるから、でそこから来年の芽をまた。春に作付けみたいな感じなんですか。うん、作付けっていうか株ごしらえっていうのな。植えたら10年以上使えるから。え、雪積もるじゃないですか。うん、積もる。でこれをもう全部枯れちゃうんですか。あ、もちろん。で、あの収穫ではこっから上と持っていくから。はいはいはい。ほんで下は残るんです。うん、で揚げになったら根元から刈り取って、上ここの分も食器処分して、で今度株掘り出して、ほっ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 、うん、
そうすると中にこうもこっとした株があって、はいはいはい、それを来年用に作る。へえ、勉強になりますこれがあのビールになってるのか、うん、だからね、5月頃にはまだ出てるか出てないか芽が出てるぐらいので、6月に入るとだいたい上に届くぐらいになって、うん、でそいつを1回下げて、なんか下がってきてますもんね、うん、これが下げた後な、あ、でまた6月の20日頃にもう1回積むようにして、ははは、でついたやつをこの横にかわして、あ、ホップってどうなんですか、作るの難しい方の食材になるんですか。なんか米だとなんか縄しろんでで芽作って、それ田植えでこうどんどん植えてって、忙しいぐらいでやることをやってしまえばもう今はほとんどやることないし、へ、ただ春先から7月の初めまではすごく忙しい。何するんですか。もういや、伸びるのよ。一日15センチから20センチぐらい伸びるの、これ。ほう、そんな伸びるんですか、これ。だからこれらはほら、枝をここでちょん切ってるのよ。あ、はい、これがこう枝黙ってるとこうなっちゃうのよ、はいはいはい、枝折れしちゃうからここで切って、へ、でこれは下だからもっと勢いいいから、もう一つここで切って孫、え、じゃあこの全部をそうやってメンテナンスしてるんですか。重いっすねずっと上まで切ってるんですよ、機械は。はあ、そりゃ忙しいわいで切らないと作業所が全部隣にくつがって上がっていって、それが今度花芽でなくてただのつるになっていって、あ、見つかねがなるんだ。だからブランブランさしどかねえと、あ、うん、これは大変っすねえ、お二人でやられてるんですか。いやすごいな。ここは5段分ぐらいしかねえから十分2人でできる。これ9月の上旬に刈り取ってくるんですか。うん、ちょっと9月ってはもう本当に一番最後、ここがほど最終日なんですよ。このえ、これ1個ずつ積むんですか。あ、いやいや、このままドンと切って持ってくる。あ、もうこれ切っちゃうんですか。うん、ここで切ってバンバンって3回ぐらいに切るんだろうな。でそれを乾燥センターする。ここは使わないですよね、はい、うん、で乾燥センターに持ってって、結局これをバラ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 ってこうこれ一個一個取れるからここで乾燥させていくんですか。いや、もう生のままで乾燥センター持ってって、ってって、で乾燥センターに花摘み機があって、でそで乾燥機まであるから、そこで乾燥までやってプレスして、フレコンの状態でしょうか。へ、で、エサシの加工場に持ってくるんですよね。そうそう、もう乾燥させると品質はしないから、まあシーズン中1回は出荷するんだけど、大体は10月中に全部持ってくる。ありがとうございます。いろいろ勉強になりました。こうやって取れるのか。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。どうぞ、ください。ありがとうございます。人もいてよかったです。いや、なんか我々来るっていう情報来てなかったっぽいですどちら様ですかって遠野のってでも初めて見れてよかったな。すごいですよね。もう本当壁ですよね。壁っすね、やっぱりあれなんですね、あのポップをやられるその減反政策で作れないんだったら違うことやろうっていうことで始めた方が多いんですね。50年からって言ってましたね。そうですね、うん、これじゃあいただきます。はい多かったですね。良かったですねようやくビアポートセンター。おー、なんかすごい綺麗ですね。レストランってでもここの工場見学に来た人ぐらいしか利用できないです。レストランだけでも大丈夫ですよ。ただ予約は必要ですけど。あ、予約いるんですか。はい、暑いっすね。
今いるもの切り長、ああ、いるもの切り長、山田切り長だ。